つくいとみは、日本の政治家、栃木県大田原市長、元栃木県議会議員、元大田原市議会議員、栃木県立那須工業高等学校を卒業。市農業委員会委員を経て、1999年11月の大田原市議会議員選挙に立候補し市議に当選。2003年4月の栃木県議会議員選挙に、 大田原市選挙区から無所属で立候補し落選するが、2007年4月の栃木県議会議員選挙では、定数が2に変更された大田原市選挙区から自由民主党公認で立候補し県議に当選した。県議会では自民党議員会に所属した。2009年11月13日、大田原市長選挙への立候補を表明し、2010年2月18日に、 県議を辞職。同年3月14日に行われた大田原市長選挙では、姿勢の転換を訴え現職の選ホイップを8447票の大差で破り市長に初当選した。同年4月8日、市役所に初登庁した。2014年3月9日投開票の市長選挙で再選。2018年3月25日投開票の 市長選挙で参戦。2011年12月、市長の退職金を大幅に削減するための市長給与条例の一部改正案を市議会に提出。市長選挙で退職金ゼロを公約にしたものの、市長の退職金は、県市長村総合事務組合で共同処理しており、机の退職金のみをゼロにするのは困難なため断念。 その代わりに退職金の算定基準月の4月の給与を1円にすることで退職金をゼロに近づけるという。任期満了退職で退職金は約20円になる。ありがとうございます。